はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。プレゼントが届いてるよ。スポットガチャチケット ×2。あ、そうか、これイベントが終わった後にやるんだ。ひとまずはレアチケット1回だけ無料。春うららか。さてと、アスコット祭りですね。チョン型のハービンで、いや、エビナじゃなくて、横山。マーベラース。2.2 倍。まあまあのスタートですね。お、先頭に立とうとしてるぞ。あ、引いた。4番手。さあ、コーナーを回る。さあ、もうオペラハウスが真後ろにいるぞ。どうだ、オペラハウスの方がなんか足がいい。ここから勝負根性だ。っていうか、意外と伸びないし、オペラハウスにかわされそうだが。さあ、首の上げ下げになったが、オペラハウスが抜けるが、その一度差し返せない。さあ今度は一瞬静まり返るようなさあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。キャバルリーマンが先頭に立ちました。それから11番レイプール、そしてその後ろから3番エステジョ、ダリアプールが並んでいっています。ワイワード、それからもう一頭、12番型のカービン、奥の頂点のコーナーに差し掛かります。1番先頭は依然として11番レイプール。さあゴール板横の小屋から鐘が鳴って、いよいよさあ直線コース。先頭行くピンクの帽子はレイプール。さあ残り2ハロンだが、バイワードの方がいい感じ。伸びが足りない。さあこっから、さあ、エルハーブが挙手してくる。3着か。今の型のハービーのベスト体重は478キロです。なのでもう2周ですね、様子を見るのは。私は追い込むのが好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんない。
さあ、これで入球です。今まだ68周あるんで半分以上残ってますよね。さあ調教だ、調子回復の方で行ってみましょう。これもまた調子を回復させないといけない。どうかな？さて、今は何のレースに出せるんだろう。なるほど、凱旋門賞が10月を2週なんですよね。凱旋門賞にもチャレンジさせたいけどな。なお、高塚記念を勝利しました。大根ですか。レース行ってみますか。あ、間違えた。WBC 行ってみましょう。距離は1800から2800。どっちがいいんだろう。まあ、こっちかな。横山紀弘で。さて、28分あるんで、結構時間に余裕がありますね。その間ですね。はい。一旦、中座したいと思います。また後で。モグネスパレード。はい。結果が出ましたね。いよいよ WBC の勝ってるといいですが、果たして。お、馬風石が5本もあるや。スポット祭りやっとくか。あれ、肩のハービー出られない。なんで？海外遠征すると出られないとか。さあ、カタモンブラン、いいスタートを切りましたね。一旦前に出て引きます。さあ、いよいよ勝負どころ。依然としてレイプール。さあ、場内に鐘の音が鳴り響いて最終コーナーを終わってきます。オペラハウス直線伸びてくるのかどうか。先頭バオンとレイプール。さあ、いい伸びをしてますね。しかしボスラシャムはそんな追いつかない。さあ、差がほとんどない。ボスラシャム、さらにエウハーブを伸びてるが完勝ですね。素晴らしい。
なんだこの絵、すごい顔面。3番人気。まずさあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭9番アスク、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして先頭に行くのは1番オペラレイプールが先頭です。さあレイプールが先頭だが5番手だ。3番エステリオ、場内がドッときている、場内がドッときています。ここからどこまで伸びようか。4番手といったあたりレイプールが抜け出した。オペラハウス懸命に追う先頭。おっとちょっと遅れを取ってるぞ。先頭に立ったボスラシャムが差を詰めてきた。ボスラシャム懸命に追う。ダリアプール先頭、これはハンシーレースになりました。苦しいですね。ボスラシャムが来ている。これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。気を取り直して次行こう。明日、本日もう17日なんで、本日0時を過ぎたんでのその時、15時終了か。はい、ではですね、片野ハービンの WBC を観戦したいと思います。お、三重ですね。三重ですね。2番人気ですか。でもなんだこれ、あらやだカツオなんなんだこれ。が一番人気ですが、そんなに差はないですね。どうでしょう。今4番手ですね。なかなかいい位置なんではないかなと思います。アイアダカツオは最高ですね。さあ虹尾滝がライトアップされております。さあ 1000m を切りました。そうですね。さあ伸びるか、外持ち出したぞ。まだ来ない。あー今伸びてきた中から。あーやだカツオが、さあブロックファステスを着ている。あーやカツオが強襲する。さあどうだ、かすか、粘るか、粘れ粘れ、勝ちました。見事に上がりの勝負にもつれ込みました。
素晴らしいです。さあ、これだけの、ご褒美をいただきました。マルペンサーの株券が手に入りましたね。ちょっとマルペンサーってすでにいたんじゃなかったっけな。いますね。チャンスですね、これ。覚醒の、さあ覚醒させます、マルペンサーを。おっと、覚醒するとレベルが上がる。ということはこの4頭を、これで、素晴らしいですね。覚醒3になりました。はい、というわけで、型のハービー見事、WBC を制覇いたしました。まあ、SWBC にまだ出さずにですね、G1WBC として堅実に稼いでいきたいと思います。はい、スターホースポケットをお送りいたしました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。おかげさまでですね、この度400人を達成できました。さらに増やして1000人を目指したいと思いますので、まだ登録されていらっしゃらない方、この動画のタイトル欄の右側にチャンネル登録ボタンありますので、よろしければご協力お願いします。また、高評価、コメント、この動画の SNS は拡散も歓迎しております、ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画の最後、20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。はい、動画プレイリストについては、あなたのチャンネルのところにですね、リスト登録できますので、よろしければお願いいたします。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。